やっぱね、こうやって2018年がスタートしてきて、自分の世界を変えていく、もっと幸せな世界、もっと仕事を変えてキャリアアップしたいとか、いいことが起きてほしいっていう思っている人がいっぱいいると思うんだよね。でちょっとね、僕本当に心から感じていることが一つあって、でそれはやっぱり愛なんだよね。その自分の考え、自分がやることを、ね、愛のベースから、愛の思考から考えて行動に移るのか、それか恐怖の思考、恐怖をベースとして考えて行動に移るのかによって、自分の現実、自分の周りの世界が大きく変わってくるんだなって本当にね、よく感じているんだ。例えば恐怖の行動、恐怖の考えっていうのは、今の自分では足りない、この世界は良くならない、何にもいいことが起きないっていう考え、本当に十分じゃなくて物足りない世界、物足りないっていうのが世界だって考えている。でも愛の世界、愛の考えっていうのも本当だよね、本物だよね、愛って、ねね、愛の中にいると、ね、自分は十分だ、世界にはいいことが起きる、ね、自分にもいいことが起きて大丈夫なんだっていう、そうするとやりたいことも十分できる、大丈夫、自分ではできるっていう自信にも現実につながってくるんだよね。だからその怖いからこれをやらないといけないんだっていうんじゃなくて、これ心からやりたいんだからやるっていう、そういう感じの行動をとっていけるんだよ。でだからこれちょっと深いんだけど、よく考えると今の世界、今の自分だったら足りていない、なのでそこに行くためにこの行動を取るっていう考えが、まあ、よくベースとしてあるんだよね。でそれでよし、じゃあここに行くためにこの行動を取るぞってなって入るとき、もう行動を取る前からやっぱ無理無理無理できないよなっちゃうわけよ。でその無理っていうところで行動を取らない、でちょっと行動を取れてもちょっとした壁、ちょっとした風に当たるだけで、わーやっぱ無理、無理だったんだってなって、そこからやっぱり自分には無理だっていう考えになってくるんだよね。で、まあ、そういう世界にいると他の人がなんかいいことやろうとしても、おいそんなことやるなよ、そんなのできないんだから、ね、他に上がっている人を下げちゃうような行動にもつながっていくっていうことだと思うんだよ。大切なことなんだけど、これはね、僕たちの世界、この現実は僕たちの行動が作った結果なんだよね。考えが行動につながるよね。ね、例えばこの机は僕が買ったよね。ね、行動して、ね、でその今見ているカメラも僕が考えて行動して買ったわけよね。だから目の前にあるわけよ。現実な世界なんだよ。でもさ、じゃあ僕が今やっている会社はどう？ね、こうやって、ね、前にやってた仕事を辞めてこういうような仕事で生きていくって考えてコミットして行動をとって今この会社があるよね。でこの会社をやる前に、ね、無理だよそんなのできないよって思ってたらこの会社今ないよね。ね、僕のライフスタイルとかビジネスとかないよね。っていうことは自分の考えを変えると今の現実が、世界が変わるっていうことなんだよね。でこの考えが愛のベースにするか恐怖のベースにするかで自分の世界が大きく変わるんだよ。でね、もう一つ大きい大切なコンセプトがあるの。それはね、 Like attracts like っていうのがリアルにあるんだよ。この世界には Like attracts like、 同じようなものは同じようなものをアトラクトするっていう、まあ、超簡単に説明すると、同じものは同じものの周りにいるんだよ。でこれは物も同じだし人も同じなんだよね。例えばオイルと水を振ってもオイルが浮かぶように、マジこの現実の世界には物は同じようなところに集まっていくんだよね。で面白いの、
人も同じなんだよ。で、例えばさ、アメリカの高校のランチ、まあ中学のランチでもいいんだけど、アメリカの中学とか高校のランチを考えてもらいたいんだよね。多分映画とかで見たことあるんだけど、海外の場合だったらランチルーム、食堂みたいなのがあるわけよ。で、面白いことが起こるんだよ。それはね、例えばゲームが好きな人たちがいるじゃん。そういうゲーム好きな人たちっていうのは、なんか何人かが集まってるんだよね。で、例えばパンクミュージック、ね、モーホークとかしてるとか、鼻にピアスしたりとか、耳にでっかいピアスをやっている子たちは、不思議にまたグループで集まってるんだよ。で、アメリカのスポーツ、フットボールが好きな連中は、フットボールが好きな連中、まあ、こういう人たちよくど真ん中とかに集まるんだけど、そういうところに集まるんだよね。で、チアリーダーの女の人たちは、チアリーダーの女の人たちがあのフットボールの横とかに集まるんだよね。で、本当に自分がどういう人なのか、自分がどういうことが好きなのかっていうのが、自然にそのランチの食堂に入ると自然に分かれていくんだよ、人が。で、先生が来て、おい、これから何かやるぞって言って、人をぐっちゃぐちゃに混ぜても、一晩置いて次の日のランチにはまた綺麗に不思議なように分かれているんだよね。なのでね、自分が知らない、自分が気づいてないかもしれないけど、この恐怖のベース、自分にはできない、自分には足りないって考えている人の周りには、同じような考えで自分にはできないって考えている人が周りにいるっていうのは当たり前の出来事なんだよ。で、自分にはできるって思ってるんじゃなくて、知ってる人たちの周りに自分にはできるって信じてる人たちが集まってくるのも当たり前のことなんだよ。もう何にもしないでそう考えているから、自分の行動が変わっていって、人との出会い、自分がどこに行くとかも変わってきて、そうやって自然に自分が同じように思っている人たちが集まってくる。だからね、自分が気づいていないかもしれないんだけど、自分が愛のベースで考えて行動を取るのか、恐怖のベースで考えているかによって、自分の世界に現れてくる自分の周りの人たちも実は変わってきているっていう。だから普通は周りの世界が自分を作る、ね、周りの世界に何か悪いことがあると自分にも悪いことがある。でも本当の話、中を変えると、中に愛の光、幸せ、今で大丈夫なんだ、今のままでいいんだ、大丈夫だよ、できてるなっていう、そういう考えを、それを照らしていくと、自然に考えが変わって、自然に行動も変わって、その行動の結果で自分の現実が回ってくるっていうのが、実は本当の世界になっているんだよね。だから自分の世界、ね、今年マジ変えたいんだったら、自分の考えのベースを考えること、今考えていることはどこから来ているのか、今これからやろうとしている行動は本当は何のためにやろうとしているのか、これから自分の知り合い、自分の家族に言おうとしていることは本当に愛から来ている、どこから来ているのかっていうのを考えて行動を取るのが、自分の世界を変えていく鍵なんだよね。ね、例えば仕事とか勉強、それって本当に愛から来ている、ね、自分が今やっている仕事とか宿題とか、ね、こういう学校に入りたいからこういう受験の勉強をやらないとか、で今こういう朝辛いけどこういう仕事やらないといけないんだ、でその仕事をやっている、その勉強の理由とかは本当に愛から来ている、それか何かの恐れから来ている、ね、みんながやっているから、僕がこれやらなかったらダメだよ、これやらなかったらうまくいかないから、ね、そこが恐怖なんだよ。もう自分でうまくいかないっていうところを現実的に考えちゃって作っちゃってるんだよ、ね、いや大丈夫だよって、いやいや大丈夫だって言われたって大丈夫じゃないよって、いやそれが君の現実の世界なんだよ、それ作ってるんだよ、大丈夫じゃないよって、で本当にこうやって何かしないと愛されない、何かしないと自分は足りないっていうのは、
実は俺たちはもう何十年やってるんだよ、子供の時から。もう子供の時、小学1年生の時からこれやってんだよ。宿題を家に持って帰った日から僕たちはやってるんだよ。お母さんがこの宿題やりなさいって言って、やりたくないよって、やりなさいって言って、で怒られる。あ、じゃあ子供は宿題をやったら愛されるんだ。で宿題をやる。で今度もっと宿題が増える。でもっとやりたくないことをやらないといけない。今のままでは足りない。この宿題をやらないと愛されない。ダメなんだって。で今度塾とかが始まって、学校の宿題終わって今度やりたくない塾行って、で今度それをやって、で塾行ってうまくいってないと、お父さんがお前さ、塾俺家族の金でお前のために払ってんだぞ、やれよとか言われて、で本当にこのやりたくないことをやらないと自分には足りないんだっていうのを、本当に俺たちはもう何十年やってるんだよね。だって子供の時にさ、ね、子供にさ、お母さんがさ、ね、あなた宿題やらなくてもやっても、ね、お母さんはあなたのこと大好きで愛してるよ、本当に大丈夫だよって言うお母さんいないやろ。パパとかがさ、子供にさ、ね、お前塾行かなくても行っても、ね、何をやっても頑張らなくてもお前は最高だよ、お前は持ってる、パパとママはお前のことが大好きで愛してるぞって、お前、ね、やりたいこと決めていいぞって。お前は、俺はお前のことを信頼していて、お前にはその力があるんだ。で、お父さん、いないやろ。で、面白いんだよ。おいおいおい、クリス、そんな子供の宿題やるな、子供に勉強するなって言ったらやばいよ。そうしたらできない子供になって、社会負担とかになっちゃうよって。ね、普通の人は思うと思うんだけど、実はそうでもないんだよね。で、こういう学校もあるんだよ。先生がいない学校、まあ、先生はいるんだけど、子供が先生を実際に選んだりとか、子供が何を学ぶかっていうことを本当に小学1年生の時から決めてる学校とかが実は世界にはあって、日本にもあるんだよね。で本当にもう小学2年生で、小学1年で入って、僕見たことあるから、そういう学校行って、小学1年生の女の子がそこに入って、で小学2年生の時にはもう英語がほぼ完璧になって、自分で世界を良くするためのレポートを作ったりとか、そういう科学的な何ちの勉強をクラスで分けてやったりとか、そういうなんかね、本当に子供に自分が何を学びたい、やりたいことをやってみなっていう、ちょっとしたガイダンスをやって、子どもに必要なツールをサポートして、子どもが求めてきてくるときに、子どもにそういうふうに考えたらって言って考え方を教える、ね、学校とかマジやばいんですよ。僕たちは本当にもうこういう宿題しないと、ね、愛されない。こういう、で今度宿題やったら中学に入んないとダメなんだ、高校に入んないとダメなんだ、大学に入んないとダメなんだ、いい会社に入んないとダメなんだ、会社に入ったらもっと働かないとダメなんだって、でもっと働いた後にももっともっとよくできないとダメなんだって、これもっとやらんといかんなんだみたいな、今ので十分なんだよっていう、この愛の考えが足りないんだよね。でみんなこの物足りないっていう、この自分には足りない、ダメなんだっていう、この恐怖の世界のベースの行動がぐわーって動いちゃってて、本当に今の世界のビジネスとかにも、働き方にも、お国とかにも、世界にも、こういう考えがうわーって結果として出ているんだよね。だから本当にもし自分の世界を本当に気で変えたいんだったら、ね、努力するところはゴールを決めてここやるっていうところじゃないんだよ。マジ世界を変える、自分の現実を変えたいんだったら、愛を信じることなんだよ。これ難しいんだよ、怖いんだよ。崖の上から自分の翼マジあんのって知らないんだ、翼があるっていうことも知らなくて、崖の上からイーグルみたいに飛び込んで空を飛ぶ、見えない空気を飛ぶっていうのが、そこが鍵なんだよね。でそのやり方っていうのを教えている先輩たちはいるんだよ。例えばビジョンプログラムとかね、本田健さんも一人だし、いろんな世界がね、いろんな先輩たちが
この飛び方っていうのを教えてるんだよ。目に見えない空気にどうやって翼を開いて上げていくのか。風もあるんだよ。こういうのは、ね、教えてくださいって、ね、なんか世界にお願いすると自然に出てくるんだよ。シンクロニシティみたいな感じで、ね、さっき水は水で泥水は泥水って泥は泥で分かれるっていう感じで、自然にこういうのやりたいって言ったら本屋さんに行ってパッて目の前に本が出てきたりとか、なんか誰かの紹介で出てきたりとか、ね、そういうシンクロニシティっていう感じで現れてきてくれるんだよね。だから一つ今日学んでもらいたいことは、自分の今の世界の結果は気づいてなかったかもしれないけど、自分の思考の考え、その続きなんだよね。で、愛のベースっていうのは非常に怖いんですよ。そんなのできないっしょ。いや、もっと行動を取らないと幸せになれないよとか。で、怖いなって感じたら、ね、正しい道歩いてます。だから本当に大丈夫っていう世界、仲間もいっぱいいて、仲間も今の自分を認めてくれて、本当に心から学びたい、自分にはこれが大切でこれをやらないといけないっていうことを、そういう道を歩いて、仲間が応援してくれる、今の自分で足りている、大丈夫、そういう世界は本当にあるんだよね。 Alright, well thank you so much for checking out this video、ね、あと一つ追加なんだけど、 LINE の質問、本当にみんなありがとう、ね、ごめんね、本当にちょっと返すペースがマジちょっと遅れているっていうか、返せなくて本当にごめんなさい。でも質問を送ってくれて本当にありがとうございます。 Alright, thank you so much forwatching this video, and I hope you have a wonderful week.、ね、自分の考えがどこから来てるのかっていう、もし時間があったらそれをぜひ考えていただいて、で来週、金曜日には動画アップすると思いますので、またその時にお会いしましょう。 Alright, thank you so much. You guys are the best. I love you guys, and I will see you next week. Thank you so much for checking out Chris's Room. ありがとう。じゃあね。